はい、よろししくお願いします、えー、今回は数の積積分と面積 ⑤ 倍変数表示編をお送りしますで面積ねだいぶ5本目になりましたけど今回がラストです。で次回からは積分と体積の方に変わっていくんですがラストはね2も t が入ってるね媒介変数の問題やっていきますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。 でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず一番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょうで今回はですね一番の方はまずこういった倍回変数が入ってるね問題の解き方流れをメインで説明します で2番は、えー、途中式の書き方の部分にちょっとね、ま、こだわりというかあの特徴があるので、まあ、その部分に注意しながらっていう解説でいきますのでよろしくお願いします。で媒介、まあ、変数表示はねもちろん初めましてではないと思うんですけど、えー、流れは一緒です一緒問題の出され方ちょっと変わってるけどね、えー、グラフが欲しいです。ググララフフがわわかかららなないいいとと積分ねちょっとからないのでグラフを書いてあ こういういグラフだからまあ、X、軸のね上にあるのか下にあるのかによっても変わるしあとはこの区間で積分区間で積分すれば OK じゃんっていうふうに分かるからまずはグラフを書きにいきます。でどうやって書いていくかっていうとアプローチの仕方はですねまあいろいろあるんですけどまず自分はですねこの y 座標あっ y の方ね。 こっちに着目して、y、イコール0を解いていてきますこうですね y=0 を解く。でそうするとまあちょっと整理しますけど t−2t=0 になるのでこれ0と2になりますね。あの t でくくり出すと t ッコ t ス2になるから t は0と2になります。でこっから何が分かるかっていうと。 これによってですね今グラフが通る座標2つが分かりますでまず t イコール0の方からいくんですけどこれもともと y イコール0を解いているので当然両方とも y 座標0ですこうやってこうなるつまり y 座標0っていうことは x 軸の上ですね x 切片が分かるとじゃあ x 座標どうするのってなるんですがこれも t が0って分かってるんで x の方の t に0を代入すれば x=0-1 イコールなんで x はス1だし2を入れれば x=1 イコール1となるのでこのね今だ書きたかったグラフはス1の0と1の0ここを通るんだっていうことが確定します。これで,ねであともう一個がじゃあここ通るのは分かったんだけど上なの そそれとも下なののっていうそここ問題が起こりますでそれの調べ方はこのね問題に関して言うとじゃあ y=0 やったし次は x=0 やるかっつってねで x=0 をやっていきます一応ねこの問題に関してはそうするとこれまあここに0入れるだけなんで t= イコールすぐ1ってわかるからじゃあ t が1ってことはさっきと同じです t がわかったので座標がわかると。 もともとは0から解き始めてるんで当然 x 座標は0。じゃあ1を y の方の t ねここに1を代入すると2く1だから1になる。つまり0の 1y 切片も1ですねこうここを通ります。この3点通るんでこういうグラフ。 だなっていうのが分かるわけですあもちろんねちょっとこ,こういうなったり、まあ、2番とかそうなんだけどこういうねいつもこういう感じではないかもしれないけどただ X 軸の上にあることは確定したのでこうなります。OK ってグラフかけたしじゃああと積分していくじゃんああ積分していくだけじゃんっていう話になります。で今はこれ今 t がもともとね媒回変数に入ってるんですけどこのグラフいい 今、グラフを書いて、こいつの面積を求めようと思ったら、X と Y です。X 軸とは、XY 空間でや、空間じゃないよ、平面でやってるので、まず、区間はマイナス1から1ですよね。X がマイナス1から1。で、ここの、ちょっと Y にしときます。この、Y イコール、ホニゃらラのこの Y ね。あの、グラスの、グラフの関数の。で、それを、X で積分すると。区間も X で設定してるしね。 これを求めたいんです。こっから。で、それで、じゃあ y のどうしようってなるんだけど、y ちょうどあるじゃん。y イコール。じゃあそれ入れちゃおうっていうことで入れるわけです。そうすると、マイナス1から1の、えっ、ー、と、2t、マイナス t の2乗で dx と。で、ここでちょっと困るんですよね。あれっつって、x で積分しろって言ってたのに中身が t になっちゃったわけですよ。だからこのまま,このま,まだと積分することができないので、変えていきます。 t に寄せていく全体をね。でどう寄せるかっていうとまず積分区間マイナス1から1が x になった x の区間なのでそれを t に変えたいと。で当然ねあの前やってたようにこうやってえっ、ー、と x がマイナス1から1ですと。で x がマイナス1の時はえっ、ー、と t が ok えっ、ー、とん違う違う違う x がこっちかマイナス1なんで t は0。x が1なんで t は2って ok ok えー、t の積分区間に変えると0から2だっつってね。で、中身ちょっと順番変えましょうか。こうなって。で、dx を dt に変えたいんですよ。それどこ使うかっていうと、x と t がつながってるのは、ここにありますね、ちょうど。だから、こいつを両辺 t で積分しな、そうそそうそう、微分します。そうすると、x を t で微分すれば、dx、dt が出てくる。で、こっち、t で微分すると、1だけ残ると。 つまり両辺ちょっと dt でね切っちゃうとまあこれはね dx=dt イコール D t でそのまま変えていいようになるからこうなることでね全体が t にまとまって積分できますよとじゃこうなったんで積分しますまあこれは普通にねするだけですマイナス三分の一 t の3乗プラス t の2乗と0から2ですねであとは入れるだけとちょっと暗算しましょうか2を入れると マイナス3分の8プ,ラス4プラス4が3分の12だから3分の4か、うん、これで終了となります。で実はねこの1番に関してはこここうやらなくても解けるんですよね。さっき言ったようにまあこれを求めたいわけですよ。これが主役ね今主役なんだけどこの y がさ今 t だったじゃないですか。 でも y がもし x の関数で表せたらホニャラスほにゃらら x プラ x+ ホニャララ x+ 何々って出てくればさ積分できますよねそのまんま。で今できるんですよ実は。だってこいつ変形すると t イコール x+1 になるんですよマイナス1移行するだけね。じゃあその t をさこことここに代入しちゃえば y イコール x の式に変えられますよね。そうだからできないことはないんです。 そうするとこうやっていけばただできない問題の方が圧倒的に多いので基本的にはこれこれを求めたいんだけど t に全部を寄せますっていうふうに覚えといてください。いいかなで積分区間もさっき書きましたけどこうやってちゃんと書きましたけどもともとス1から1ってかあったじゃんでもこのス1って出てきたのを t イコール0を解いたやつでしょこれは。 1> でこの1の0って座標は t イコール2を解いたものじゃないですかもともとねこうってことはマイナス1から1は0から2ってもともとここでやってるからさ、まあ、すぐ分かるんよね表なんか書かなくてもそうただまあ書いた方が途中式を判断される時は安全ですねやっぱりあちゃんとはやってんだねってなるからさいいかなっていうのがまず1番でございますじゃあ2番参りましょうまあごちゃごちゃしてますねこっちはね まあこのタイプが多いわけですただ方針は一緒でまず Y イコール0ここから攻めていきます。でまあ a は定数、まあ、正ですね定数なので括弧の中身ここが、えー、と0になればいいつまりコサイン t が1になればいいね。じゃあこれ解くと今 t の範囲0から 2π なので0か、まあ、2π も入りますね。これが出てきますと。 でさっきのこのここ状態です T イコールじゃあそれが出てきたんであれこれ本当はさ途中式こんな矢印ダメよ。t=0 の時座標これって書いてねちょっと板書の関係で今飛ばしてますけど。でこうなってちょっと待って y 座標が0でこっちの 2π の方も y 座標は0ね同じです同じ。じゃあ x 座標を求めたいんですけど t が0をこっちに代入すると、まあ、sin0 も0なんでこれ0になっちゃうんですよね。 つまり原点通りますと。2π を入れるとここには 2π が入ります。sin2π は同じく0なので 2πa ですね。こうやって出てくる。じゃあちょっと書いていきましょう。x で、原点通りますとで。あとはちょっとこの辺にしとこうか。2πa だね。これ通る。 が分かりました。でもさっきと同じです。結局、上なんすか下なんすかでここが欲しいわけ。で、さっきみたいに、x イコール0って言ってもいいんだけど、実は、あこれも、裏技っていうか、よくこれをやると解けるっていうのがあって、今 t がさ、0と2だったじゃないですか。最初ね、y イコール0解いた時に。その値の、ちょうど真ん中、間の値を入れると、解けます。解ける。だって結局、間1でしょそ ?1 出てきたじゃん。 さっきも都合よくだけどね今回はこれを出した後にここで t イコール1をやあ1じゃないごめん0と 2π だからその間は π だね間はこれをやってみる t イコール π をするとどうなるかってまず x 座標 π 入れます sinπ180 度これも0だねだから πa になりますと πa で y ここに π 入るとコサイン1 8 0度マイナス1なのでカッコの中身が2なんだよねつまり 2a になりますだから座標としては πa の 2a になるまあ πa はこのちょうど半分だよね真ん中なんですよで 2a が今さ a が正なんですよもともとだから 2a も正なんだよねこれ正なんです今ってことはまあ値はいくつかちょっとわからないけれど、えー、πa の時ここね 時に絶対正の値を取るとパイ a じゃね,えやだ,こうねだからあこれも上なんすねってまあ自分は <laughs> ちゃんとグラフ描かなあ分かんないから普通にこうやってカーブかなと思って解いちゃうけどこれ本当はこういうグラフなんですよ。こういう感じのちょっと山っぽいこういうカーブになるんですけどでも結局。 x 軸の上にあるってことが分かれば問題はないのでそれだけ把握できればいいですね今は。でですよでねで、まあ、こういうタイプの問題っていうのはよく増減表っていうか表を書きます表を。で例えば自分ちょっとあんまり表を書くのめんどくさいんでやり,たがらなやりたがらないんですけどこうあるじゃないですか t と x と y 並べるんですよ。で今 t が0と 2π と π かでやったから。 えー、0と π と 2π でしょで <laughs> 待ってね座標書きたいんだえー、っと t が0の時は x も y も0とこうだったね。で 2π の時が x が 2πa で 0π の時が πa、えー、で 2a と。でこうなってる。でこっからその x が増えていくじゃないですかどんどん。a は正だしね。増えていくから増えていきますよって。 Y は 2A に増えててここから減ってますよねだからはこういうグラフになるからで a がさ正だから 2a も正なんで全体が y がね x 軸より上にありますよっていうことをちゃんと書いてじゃあ積分していきましょうねっていう流れがメインですこれが主な流れ流れなんですけど 自分ね実際やってて、まあ、ここまで書くじゃないですかだってこの3点がある時点で絶対にお前ら上にいるってことが分かるわけですよ一応分かるでだからあじゃあ普通に解けますよねって考えるんですが1個書かなきゃいけないことがあって、まあ、これちょっと言葉の書き方いろいろあると思うんだけどこれねちょっと書きます。T、の変化につれて これ増加し続けるのがいいかな増つ常,、ね、常にだね常にいいわ答えは常にこれは書いておいた方が安全というか書いてください。はい、これ何言ってるかっていうと t がね、まあ、変わるじゃないですか時に x は常に増加して、まあ、x が増加し続けますよってことを言ってます。 いいやや当たたり前じじゃんんって感るるよね X 増え続けるやんみたいなでねそうじゃないいのがいるんですよ今回はもちろん問題で扱ってないんですけどざっくり書くとね例えばこういうふうにいってる時って全部 X 増え続けてるでしょでも戻ってきやがるんですよたまにこうやって。これはこの部分からこの部分ちょっとちっちゃくてごめんな。 そこは増加してないですよ。減少してるんですよ。減少した時点で面積の求め方、求め方、変わるじゃないですか。あの部分。減少戻ってきちゃってるから。だから、こういうことが起こってないっすよってことが言いたい。t の変化につれて x の値は常に増加していくのでだから、普通に積分して大丈夫ですよ。今まで通りですよってことを言ってる。この2行でね。で、それを書いた上で、あとも一緒です。さっきと同じ。まず、x が、ここね。x が0から、 2πA なわけだ。で、ydx。この積極もやっていきたいと。で、まあ、y をね、まず入れていきましょう。まあいいか、一回区間変えちゃうか。これさ、0は、さっき t が0でしょ ?t が0。2πA は t が 2π から始まっているから、x がこっからここだら、t がこっからここだから変えちゃうね、もうね。ちょ、表書いてないけど、サボった。2π です。 で、y をそのまま入れると、ちょっと a は前に出します。定数なんで。1マイナス、え、cos t。で、ここですね。dx になってるから、変えに行きます。dx から dt に。それはさっきと一緒。x と t がつながってるのは、ここにあるから、こいつを両辺 t で積分、ああ、微分します。そうすると、dx、dt。まあ dt は後で切るから、あっち持っていくね。dx イコール、a 括弧。これ微分すると、1、プラス、

こうですよね、あのー、中学でいうこれです今これってこうでしょあそれ使ってるだけだからこの中身が1ン c 乗 T になるとちょっと暗算絡めまくってて申し訳ないですけどこうなるんです中身がねじゃああとあいつを積分していきたいとでもあいつって 公式使う俺また公式なんだけどこいつって s i n 二乗 t と一緒ですよね s i n 二乗プラス c o s 二乗って1じゃないですかそれ変形したやつだからこれ中身 s i n 二乗なんですよで s i n 二乗って積分する時ってあれですよね二分の1マイナス cos2t でしょ 2t じゃねえや 2t だ今だったらね。だ結局中身をこいつだと思って積分していきますっていう話で終わりです決着。 <ふ> <laughs> ごめんなさいねちょっとこれもテイク4ぐらいで喉がちょっと死んできちゃったじゃあ二分の1 2前出しておきましょう A2 乗セットにしておくね2分の A2 乗で上の1マイナス cos2t 積分するとまず t で後ろは二分の一が出てきて sin2t になりますとで0から 2π え待って入ってるはっいってた <laughs> 危なかった よ、えー、π 入れて s i n 四 π s i n 4 π も結局あれだよね0でしょ0だし00だからお前しか残んないのかい一応ゼ0書いとくかこうだねってことで答えとしては πa2 乗となってこれで終了となります <laughs> ごめんなさいねいやー長いですね はい、まあ流れとしては最初にも言いましたけどグラフ改定っていうのは同じですだからグラフが欲しいんですよ。でグラフを調べるためにはまず自分はね y=0 を入れることによって x てっぺんを出します。あこことここ通るんだ2点出てくるからこれで通るんだって大体ね。じゃあえそのね2点の間が間にある点ここねが上にあるのか下にあるのかによってあ浮いてんな沈んでんなってのが判断できるからそれで、えー、これで、えー、とグラフが大体こんな感じっていうのが分かるので。 あととは今まで通りやっていくとで、まあ、こ,のこの辺はねちょっと細かい表記になるんですけど途中式をねチェックされる時には、まあ、この、えー、と増減表と,か表とかここの2行ですねこの辺がポイントになりますので、まあ、ここをしっかり押さえてやってもらえたらと思います。いいかなでは、えー、今回はね数数の積積分と面積倍回変数表示編やらせていたただきましたで次回からね体積始まりますのでよかったらそちらの方も見てみてください。 では今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。